飲食店応援チャンネル、今回はですね、久しぶりの徳島に来ております。で、前回っていうかね、結構前に、徳島に来た時にですね、ふらりと立ち寄ったお店が、えらくいいお店でして、入り口周りとか内装とかもですね、非常になんていうかな、オーナーの個性が出ていて、お料理も鶏料理なんですけども、僕はね、もうなんか非常に大満足をしたお店がありまして、ちょっとね、今日はそこに行ってみたいと思います。綺麗なところですよね。阿波踊り、これ両国橋なんですけども、こうほら見ると、ここら辺がね、ちょっとね、船場っていうところらしくて、まさに船が止まっていますね。で、なんかひょうたん島クルーズっていうのもあるらしくて、ひょうたん島ってね、かの名作のひょっこりひょうたん島なんですけども、そこのね、モデルなんじゃないかって言われているところが近くにあるらしくて、ここから出てるそうです。いやー、なんかね、ここで船乗りながら酒とか飲めんのかな、最高だろうな、今日あたり。よし、そしてここですね、やってるかな、やってた、石川商店さんでございます。ちょっと撮影大丈夫かどうか聞いていきますね。ありがとうございます。これどうしましょう。じゃあ生ビールをいただいて。いただきます。どうしましょう。桃と叩きをください。あとはオクラのナムルもください。はい、ありがとうございます。一枚お願いします。ありがとうございます。もう一杯お願いします。ビールを。いいと思います。オクラのナムルが来ましたね。前食べた時すっげー美味しかったんだよな。食べたいと思ってずっと念願かなって、今日めっちゃ嬉しいですよ。何でしょう、こんなに。
らいになるぐらいの氷とか、うん、ちょっと申しましょう、まあ、最後は、はい、強火に天候ごま油と塩の香りが久しぶりにマッチしてて歯ごたえもいいし、最後に食べた後に鶏物を炊くと上がるありがとうございます。ちっちゃくカットされてるから食べやすいのはもちろんなんですけど、もものね、中でもいろんなものの他の部位がたくさん入れてくるので、すぐそうなったのかな。どれですか？秋物の上部のトラックスあ、トラック、一皿でいろんな食感を楽しめるのが嬉しいですよ。どんなこと？お酢、まあ、このこれを取っちゃうと生姜のガリチュください。ガリチュは中に入れる中入るドライか普通の中入る。ドライでお願いします。これです。ガリチュ。前に GA の人。全部がリセットされるから、俺は違うチーやねん、もう桁が違うねん、ほんとすごい。まあ回答出してください。どうもまた来ます。どうもです。失礼します。ご参加、というわけで石川商店さんでございましたと。皿も焼いてもらってるんですよ、ね、なんかこう価値観を出すという、ところで言ったらなかなかね、すごく面白い試みをしていますし、僕の考えている個人店の良さがしっかりと詰まったお店だなと思っています。今日もねしっかりと言わせていただきました。皆さんもね徳島に来る時があれば、まあ、
阿波踊りではないんですよね、鹿児島のお宿りなんですけども、そこね、抗ってしっかりと鹿児島の地鶏を出す、阿波踊りじゃなくて鹿児島の地鶏を出すというところのね、そのね、なんだろうな、反骨精神というか、そういうところにすごく惹かれております。また来ようと思います。それでは、